量子デコヒーレンスは、量子系の干渉が環境との相互作用によって失われる現象。デコヒーレンス。シュレーディンガーの猫の問題で、波動関数の収縮を異なる量子状態間の干渉の消失であるとする解釈がある。デコヒーレンスは、外部環境からの熱揺らぎなどが主な原因であるとする。これに関するカルデラレゴット理論によって、本質的には、 シュレーディンガーの猫パラドックスは解決できると考える研究者は多い。つまり、猫のようなマクロな系は本質的に孤立系とはなり得ず、常に外界からの陽動を受けている。その陽動は猫の波動関数を収縮させ、その結果、箱の中において猫の生死は観測前にすでに決定しているということである。ただし、この解釈には議論の必要な点がある。 すなわち、レコヒーレンスによって、K の状態が完全に古典状態へと移行するわけではないので、状態が決定されるためには観測もしくは、他世界解釈による世界の分岐が必要となる可能性がある点である。このように、現時点で、あらゆる物理的状況に適用できるほど、レコヒーレンスについての説明が成功しているわけではない。この外部環境は、必ずしも、 空間的に外側である必要すらないとされている。量子デコヒーレンスは現在では、量子コンピューターの実現への障害としての関心が強い。古典系においての基礎方程式である、ニュートン方程式は時間反転対称性つまり、可逆性を持つ。ある運動に対して、その向きを反転した運動が存在する。ところが、液体中の古典粒子の運動を記述する。 ランジュバン方程式は不可逆な方程式である。清水の中で発射されたボールは水分子との衝突により減水し静止する。しかし静止したボールが清水中の分子からの陽動を受けて高速度となることは起こらない。ニュートン方程式からランジュバン方程式を導出する際には、嵐かあるいは宿薬という平均化操作が行われる。 水分子すべてとボールをすべてニュートン方程式で記述し、そして水分子の自由度をすべて平均化すると、ボールのみに対するランジュバン方程式が得られる。そしてボールは不可逆性を得る。このことは平均化によって、水分子の詳細な情報が失われたことによるとも、言えるし、水ボールという複合形の部分形、ボールは保存形ではないから、何でもありとも言える。 このように嵐化操作によって我々の住む巨視的な世界の不可逆性が再現される。量子力学における物体の波動性、状態の重ね合わせという奇妙な性質は数学的にはユニタリ性という言葉で置き換えられる。古典的に不可逆な系においてはユニタリ性が破れることが期待される。AO カルデラと AJ レゴットは 熱的環境に浸された一つの調和振動子がユニタリ性を失うことを理論的に示した。熱的環境としては無数の調和振動子を用い、古典的にブラウン運動を再現するようなものである。初期状態でガウス型波動関数の体を用意すると、それぞれの波速中心は古典的な減水調和振動を行い、波速幅は陽動三一定理を再現する。 それら二つの波速の間の量子干渉は無環境の場合、二つが接触すれば強く、コサイン型の振動を生じる。ところが、このような摩擦が存在する形では、量子干渉が強く減衰することが考えられている。量子干渉はユニタリ性から来るため、この結果は K がユニタリ性を失ったことを示している。ここで用いられた手法は、 ファインマン・バーノンの影響反関数法と呼ばれ、熱的環境の自由度を平均化して、対象となる K の振る舞いを記述する。これは、古典的ランジ版方程式を、ニュートン方程式から導出する際に用いられた、アラシカ操作と同等である。それゆえに、その操作によって、K のユニタリ性が破れたとも解釈できる。量子状態間の干渉の減衰時間、D のことであり、 一般的に力学的な運動の減衰時間 R より短い。例えば、温度 300K、質量1グラムの巨視的な物体が1センチメートルだけ離れた量子状態を持つとする。つまりこの場合 D、R は1040乗程度となる。力学的な減衰時間 R が宇宙年齢ほどだったとしても、量子干渉は1重2 3 s 程度で崩壊する。 このように、挙手的な物体が熱的な環境にさらされている場合、その環境効果が微弱であろうとも、物体の挙手的に異なる量子状態の重ね合わせは簡単に破壊される。二重スリット実験を考えてみよう。二つのスリットから出た光は干渉し、スクリーン上に濃淡の縞模様を映し出す。ところが、もしもスリット板が、 外部からの陽動やノイズにさらされている場合どうなるだろうか島模様は振動し、光の濃い部分と薄い部分が混ざり合い、平均化されてしまう。実際に電子を用いた干渉実験の撮影時には、実験施設の近くをダンプカーが通っただけで失敗する。これはよく用いられるデコヒーレンスの直感的な説明であるが、それほど間違いではないと思われるだけでなく、 重大な示唆も含んでいる。つまり、レコヒーレンスによって失われるのは、粒子の確率密度関数の量子間証拠だけでは、なく、その他の心臓的な部分も破壊するのか、ということである。量子力学の多世界解釈との関連で、我々の住む宇宙も、複数の異なる量子状態を持つはずである。それを、平行宇宙と思ってもよかろう、という話がある。 普通これを否定するには、挙手的な形に、量子力学は使えないだろうという文脈が用いられた。例えばシュレーディンガーが、猫のパラドックスを考案した理由は、挙手系に対して、量子力学を適用しようとしていた、当時の研究者たちへの批判であったとされている。ここでの、挙手的というのは、かつては空間的スケールのことを指していた。しかしながら、現在では、 巨視的物体であっても、極低温まで冷やすなどして、熱揺らぎを除いた場合には、量子揺らぎが重要になることが知られている。実際、次世代重力波検出実験に用いられる、レーザーの反射鏡は、巨視的物体であるけれども、量子力学的に取り扱われることが、実験的に必要である。よって、古典型かどうかは、空間のスケールのみで決定されるわけではない。 という考え方が主流になってきている。とりあえず、量子力学は空間的に巨大な系にも成立するという過程のもとにレコヒーレンスを用いて我々の住む宇宙の単一性を示すこともできる。我々が宇宙を認識するときには全ての構成粒子ではなくその部分形のみを見ていることに注意しよう。これは我々の認識可能な空間範囲が広い宇宙の位置。 部分であるという意味でもあるし、また我々が物体として認識可能な自由度は全宇宙を構成する自由度の全てではないという意味でもある。集団的自由度と言い換えてもよい。よく閉鎖系のエントロピーは増大すると言われる。このようなエントロピーが増えたとか減ったという時には必ず嵐かあるいは宿約操作が入っている。 し化されていない厳密な分布関数、例えば量子力学的なから決定されるエントロピーは時間依存性を持たない。し化されて、初めて、K は時間反転対称性を失い、エントロピーの一方的な増加法則が生じる。例えば、ブラックホールの情報量は、その表面積に比例するが、蒸発により表面積は減少する。つまり、情報が失われているといったとき、 この情報は嵐化された情報である。一方、ユニタリ的時間発展の特徴は情報を保存することで、その場合エントロピーは変化しないといったとき、その情報は嵐化されていない情報である。この二つは一般に別のものである。ブラックホールの情報パラドックスには複数の異なるパラドックスが存在する。 ユニタリ性に関する誤解と思われる説明も多いと考えられるため、ここで整理する。1、ブラックホールの情報量は、その質量及び表面積のみに依存するため、それ以前にブラックホールに落下した物体が何であったかによらない。そのため、ブラックホールに落ちた物体は、例えばそれが、イチゴのショートケーキであったか、T シャツであったかの情報を失う。これは、 量子力学の原理である、ユニタリ性に反する。これはパラドックスだ。物体の形状、科学的性質といった挙視的な情報は、ユニタリ性には従わない。2. ブラックホールはその表面上の粒子、反粒子体生成との相互作用によって蒸発し、消滅する。その時、ブラックホール内部の情報はすべて失われる。これは、量子力学の原理である。 ユニタリ性に反する。これはパラドックスだ。蒸発するブラックホールは三一系であり、外部環境へとエネルギーや粒子が逃げていく。三一系では一般にユニタリ性は成り立たない。ブラックホールはどのような情報も外部に逃がさないと長年考えられてきた。しかし、それが量子力学の原理であるユニタリ性に従うならば、ブラックホールと蒸発する。 粒子すべてを合わせた閉鎖系では微視的情報が保存されるべきである。そのため、ブラックホール内部の微視的情報と同量の情報を蒸発粒子が何らかの形でブラックホールの外へ持ち出さなくてはならないことになる。この矛盾がブラックホールの情報パラドックスである。そのために、量子も連れ現象などを利用してそのメカニズムが考案されようとしているが、 ユニタリ性はあくまでも経験則であり、ブラックホールのような極端な時空で成立するという保証もない。ありがとうございます。